教育長。お嬢ちゃんがうちのせがれをどやしつけてくれたおかげでね、うん、あれからあいつの不良跡が次々と判明したんだ。医大にも行かないで不良仲間と遊び歩いとったらしい。ほらな、やっぱり悪いのは安畜生だったんだ。その通りだ。うん、あんな怪我をさせられたことがあいつにはいい薬だったと思うよ。少しは懲りたみたいでね、お嬢ちゃんのおかげだ。え、だから私も恩返しをしなくちゃね。お嬢ちゃんの治療に全力を尽くさせてもらうよ。診察だとか言っておっぱい触ったりするんだろ。これ参ったら、それまあ少しは触らせてもらうがね。それよりこの幼稚園みたいな部屋なんとかなんねえか。またチンポコ引っ張られそうでいけねえや。おっと、今取られちまったが。15歳までは小児科なんだがね。じゃあ大人の病室に移ろうかな。そうかい。じゃあおっぱい触らせてやるよ。先生本当はいい人みたいだからな。それはどうもありがとう。まあよろしく頼むよ。頑張ろうな。はい。おう。おう。